全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、中地です。今回はちょっと場所が違うんですけど、僕が新しくチームタナとして去年の4月からですね、新メンバーとして加入しまして、それの前のですね、僕が視聴者だった時の動画を一緒に見れればなと思います。で、今回見る動画なんですけど、こちらになります。ファミリーキャンプになるんですけど、サムネを見て、僕もちょっとこれ2年前になるんで、見たのか見てないのかちょっと覚えてないっていうのがちょっとあるんですけど皆さんも見ていたら思い出していただければなと思います。で、タナ憧れのファミリーキャンプ、これもっていうことは、いろいろなんか手作りのものが出てくるんですかね。ちょっと楽しみにはなってます。で、コメント欄も少し見たいんですけど、フェーダーさん、手作りアイテム豊富でいいですね。子供がいるから汚れ防止とか、ただ作っただけじゃなくて目的がしっかりしてて必要な機能のものを作っているってコメントでも、だいぶお母さんがすごいこだわったものを作ってるのかっていうのも期待できますね。こぼっちさん、小さい子供が家にもいるので、今回みたいに小さいお子さんをお持ちのキャンパーさんの取材はためになります。経験者の皆さんの子供のキャンプの注意点ももっと聞きたいです。結構やっぱりそのファミリーキャンプだと小さいお子様とやっぱり行くのがちょっと怖いなっていうキャンパーさんもいると思うんですけど、やっぱ先輩キャンパーさんのですねことを聞けるっていうのはいいんじゃないですかね。ちょっと楽しみですね。勝則19633、タナさんは綺麗な奥さんのところばっかり狙ってますねちょっと気になりますね。これはやっぱりこのコメントとか見てると、ファミリーキャンパーさんっていうのは他のファミリーキャンパーさんのことを聞きたいっていう方も多いと思うので、あのタナチャンネルで再生リストですね、ファミリーキャンパーさんの再生リストも作ってますので、ぜひそういった視聴者さん、キャンパーさんはそちらを見ていただければ参考になると思いますので、ぜひ見てください。それでは動画見ていきましょう。全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、タナです。それでは次のキャンパーさんに取材に行こうと思います。非常にいい雰囲気だと思ってます。どうもこんにちは。突然すいません、タナチャンネルのタナと申します。はい、こんにちは。こんにちは。あの早速いろいろお伺いしたいんですけれども、はい、あのよくここには来られるんですか。魚どころ初めて。あ、初めて。はい。おお、どうですか。天気は晴れ予報だったんで、期待してますね。なるほどなるほど。まあこの後はもしかするとちゃんと全部見えるかもしれないですね。そうですよね。よくあのご家族でキャンプは行かれるんですか。そうです。ここ1年ぐらいは週月1ぐらいで。ます。あ、そうなんですね。はい。よく行かれるキャンプ場とかあります。ヤギキャンプ場っていうところが一番よく行きますか、ね。あ、ヤギキャンプ場。はい。この辺は本当2ヶ月に1回ぐらいですかね。朝霧とかこの辺はそんなに頻繁には来ないです、うん。そうなんですね。はい、なるほど。寒いですね。確かに寒いです。はい。結構寒いです。寒いな。焚き火台はこれ何を使われてるんですか。これはユニフレーム。ユニフレーム。ちょっとこっちも。ユニフレームを使う。あ、大丈夫です大丈夫です。すみませんすみません。さーっと引かれて。ユニフレームの焚き火台を使われていて、はい、こちらの椅子は、これはアデュロンダック。アデュロンダックの椅子。カバーは、はい、自作してもらってます。あ、そうなんですか。作りました。このカバーをってことですか。あ、そうですそうです。これはじゃあカバーが取れるってことですか。あ、そうです。こんな感じで。おお。こんな感じ、ね。あ、本当だ。すごい。これ手作りですか。あ、これ手作りです。器用ですね。ありがとうございます。要するにあれですね、その焚き火で火の粉で燃えないようにとか。そうですね。子供が使うんでなんか油汚れとかなんか取れなくなっちゃうんで。ああ、おにぎりめちゃみたいな。洗えるように。なるほど。 ありがとうございます。ちょっとじゃあのこのテントの方も聞きたいんですけども、はい、めちゃくちゃいいですね、この木のぬくもりが。これってどこかのメーカーさんとかそういうのが。これはメルカリで個人にやられてる方の。これあ、このこれだけ買って、はい、あと板はもうほんとホームセンターで切ってみたいな感じです。これがメルカリで売られてるんですか。そうです、そうですね。へえ。
オーダーしてやってもらった感じですよ。このサイズでは売ってなくて。あ、そうなんですね。そうです、ちょっと特別仕様で。そう、ちょっと料理とかするのに、はい、要はここをちょっと広くしてもらったり、ここでちょうどぐらいになる高さにこっち合わせてもらったり、うん、あ、そうなんですね。そうです、なるほど、へえ、はい、いいですね。これはこれは岩谷のこれが風丸さんですか。風丸、はい、と風丸があって、この横のこれは何ですか。これは何でしょう、男前プレートでしたか。男前グちょっといいですか、中見せていただいて。あ、これこれなんですけど、はい、ほう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 、あ、かっこいいですね。これも自作してもらった感じです。あ、これも奥様にそうめちゃくちゃいいじゃないですか。これこれいいですよね。これメルカリで売ったら売れるんじゃないですか。そうですよね。だここをタグをつけて、もともとあるんですよね、このこれ専用のカバーがついてくるんですけど、はい、確かに天幕さんですもんね。そうですね、タグだけ取って。へえ、このプレートはなんかあれですか、この上でも使うんですか。焚き火の上で使う予定ですね。もし焚き火できなかったらこっちでやるみたいな、うんうん、まあ、チビ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 一人で食べれるし。あ、そうです、ね、ちょっとしたもんだと焼けるみたいな、はい、で、こちら側はこれも作ったんですか。いや、これは、雑貨屋さんで売ってたものを。あ、特にキャンプ用品とかではなく。そうです、ね、まあ、流用して使ってると。はい、で、これがカッティングボードと。はい、これは今日初めて。初おろしで、あのベアボーンズ。ベアボーンズ、このモデル僕初めて見ました。あ、本当ですか。はい、初めてというか、まあ、僕小さいのとぶら下げるやつ持ってるんですけど、はい、なんかレイルロードランタンっていう、はい、なんかヴィンテージランタンがあるみたいな、それの復刻版みたいな。あ、そうなんですね。これかっこいいですね。この水滴がわざと入ってるというか。あ、このガラスの中に。これと富士山がこうすごいです。確かにめちゃくちゃこれ一瞬ライトつけてみてもいいですか。あ、いいです。これ上ですかね。これは、あ、こっちなんですよ。あ、下。あ、おー、あ、なんかエジソンランプのあれみたいだよね。これめちゃくちゃいい。これなんか家とかにあってもかっこよさそうですね。これ充電式ですよね。これ充電式です。何時間ぐらい持ちますかね。前回で多分3時間ぐらいだったと思います。でも薄暗くしてればまあ倍とか3倍とか。そうですね。あ、いや、これ僕初めて見ました。かっこいいです。これいいです。すごい、見ました。ありがとうございます。で、下にあるのがここが、これは実嫁さんの。まさか。これは自作。めちゃくちゃ作ってるじゃないですかすげえ作って笑ってます。すごい、これいいですね。いいですよ。あ、まさになんか、あ、これもですか。これは、ホームセンターで買った。あ、で、工夫したんですね、こうやって。そうですね。すごい。で、ここにまあ箸とかいろいろ入っていて、この箱は、これは、IR ベースさんの、IR ベースさんの、はい、木箱、はい、これって上と下セットですか。ここからこう、開けられてみたいな。こっちに開くんです。そうです、ね。何が入ってますか。これはもう、ほとんど入ってないです。あ、出した。中に入ったやつを出した感じです。で、ここに上は蓋を、ここ取れる感じだと。あ、この下が。はい。こうやって取れる感じになってて。ああ、ちょっとしたもんだったら上からでも取れると。そうですね。この器はこれどこなんですか。これですか。はい。これもちょっと忘れちゃいましたね。この雑貨屋さんで買ったやつです。これはスノーピークですか。あ、このお皿はスノーピーク。はい。ちょっと見てもいいですか。はい、どうぞ。おお、なるほど。で、これがゴミ箱。これもゴミ箱。楽天かなんかで買った、はい、そんな3000円ぐらいのやつなんですけど。うんうんうん。あ、じゃあキャンプ用品というよりはまあ雰囲気があるから持ってきてるみたいな。そうですね。はい、これぶら下がってるこいつは。これが、これちょっと初めて見ました。本当ですか。極め。極め鉄フライパン。ああ。どちらのメーカーさんですかこれ。これが極めさん。確かに。確かに日本のメーカーだったと思うんですけど、ちょっとこれ帰ったら調べてみます、はい、なんか中華鍋っぽいですね。そうですね、なんか万能鍋みたいな感じ、うん、あ、確かにちょっとしたもんだったらなんかこうシチューぐらいだとこれ作れそうですよね。なるほど、うん、で、この辺が、あ、このバスケットこれ何入ってるんですか。これはもう子供たちのお菓子と、はい、あと、お、宝箱じゃないですかすごいおつまみとかですね。なるほど、なるほど。あ、乾き物系が全部入ってるって感じです。いいですね、このピクニック感が非常に。あ、で、スタンレーですね。スタンレーのボトルがあると。ありがとうございます。はい、そしたら前半見てきましたけど、いやー、なんかタナさん
若かったですね。髪型が違うんですかね。どうなんですか。ま肌が白い。あ、確かに白いですね。あの釣りを多分始める、趣味として始める前だったんで、あ、ただやっぱ釣り始めてからどんどん濃くなっていったのは多分動画をこう重ねるごとに多分、あ、このタイミングかなっていうのは気づいてもらえると思う。あ、なるほど。ちょ、見ていくと肌が黒くなってくるんですね。なるほど。ちょっとそこにも注目してもらえればなと思います。で、まあ、あと前半の動画だと、まあ、やっぱり奥様の手作りがいろいろ出てきて、まあ、椅子のカバーもですね、まあ、やっぱ取り外せてるっていうのがすごいメリットなのかなと思いましたね。やっぱり汚れがついちゃったりだとかして、まあ、普通だったらもうそのままついてるものなので取り外しができないので、やっぱりお子様連れのキャンパーさんは、まあ、お子様が汚しちゃったりだとかそういった時にすぐ洗えるっていうのは便利なのかなと思いました。で、あとレールロードランタンもですね、まあ、やっぱ2年前になるので出たばっかり、流行り始めたばっかりぐらいのところかなとは思いましたね。まあ、今だと LED ランタン、まあ、小型のやつだったりとかいろいろ流行ってるので、まあ、本当にキャンパーさんが、まあ、選ぶ、まあ、幅がすごい広がってるなっていうのは感じますね。やっぱりおしゃれキャンパーさんって、そういう箱一つにもやっぱりこだわりがあるなと思いました。見ててやっぱりこういったお菓子が入ってる箱とかもすごい可愛くて、サイトも統一感が出るような感じになるので、いや、すごいなっていうのは思いますね。皆さんもぜひやってみていかがでしょうかね。そしたら後半も見ていきましょう。で、ちょっと中をお伺いしたいんですけど、はい、まずこれは何ですか。これはジェントスか。ジェントス。ジェントスの。こういうものなんですか。これ、いや、これは、別で買ったやつですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、これが、まあ、ランタンとして使っていて、この中が、椅子が、これはまた、一緒ですか。はい、全部一緒です、ね。サイズこっちの方が大きくないですか。違う、そうですね、大きいアディロンダックの。ハイチェア。そうですね、ハイバックチェア。ハイバックチェアですね。はい、で、この前にあるのがスノービーグのコンテナに、これはアルパカか。アルパカ、はい、これあったかいですか。やっぱりあったかいですね。じゃあこれしか知らないんで。あ、そうかそうか、はい、じゃあいつもはこの前室で夜とかは皆さん座ってつけて、ね、はい、前閉めてやるみたいな。そうですね、これぐらいサイズだったら、まあ、ギリいけるかな。あ、本当ですか、はい、なるほどなるほど。テントの中のなんとなしにこう、はい、見させていただきたいんですけど、すみません、ぐちゃぐちゃで。いえいえ、すみません、あの突然、本当に突然来てすみません。いえいえ。下は、どこでした、コールマンス、キャプテンスタックスか。キャプテンスタック。キャプテンスタックのウレタン、はい、ウレタンですね。のマットを2枚重ね、はい、あ、そうです、2枚重ねして、はいはい、広いの2枚重ねして、その上がそれ、エアー入れるやつですか。これあのバルブ開くと風に入るやつ。ああ、フィールドアさんの、なるほど、バルブを開いたら、はい、広がるやつと。そうです、ね、で上の寝袋が今日は何個ですか。寝袋は、2つなんですけど、はい、こっちモンベルダウンハガー、ダウンハガー、うんうん、で結構スペック高めですか。それガシャブ2か2、はいはい、2とダウンハガーと、こっちが綿のベアーズロックさんって日本のメーカーの、うんうんうん、寝袋1万円ぐらいなんですけど、はい、めちゃくちゃあったかいです。お子さんはどうするんですか。あ、子供は、着るなんか羽毛、あ、毛布みたいなやつだけですね。はい、あ、そうなんですね。寝袋はまだ入ってられなくて。あ、それ転がっちゃうってことですか。なんかもう 寝相が悪くて、こうもう朝脱げてるみたいな感じなんでなるほど、もう掛け布団にしないと。そうですね、転がって。そう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 なんです。なるほど、あ、そうなんですね。これ結構これあのキャンプ中心におすすめしたいんですけど、はい、これなんですか。これあの湯たんぽなんですけど、これがそう枕だと思いましたですよね、はい、あの座布団型の、うんうんうん、湯たんぽなんですけど、ここから入れるんですか。じゃあここからにお湯2リットル入るんですけど、普通また椅子の下に引くんですけど、僕はあの腰ぐらいのところに置いて、はい、その上に寝てるんですけど、はい、そしたらもうなんかめちゃくちゃ暖かい、暖かくて、そうです、盛り上がって寝づらいとかもなくて全然普通に寝れる。あ、そうなんですね。これ初めてでしょ。これいくらぐらいするんですか。これ1000から1万円の間だったと思います。そこそこいい値段しますね。そうですね、あの湯たんぽにしてはまあまあ、うんうんうん、なるほど。ちょっとじゃああとテントも教えていただきたいんですけれども、
こちらのテントは、はい、まあ、スノーピークさんの、はい、なんというテントなんですか。ランドロック。ランドロック、はい、何名様用さん、何名用さん、多分4人か6人だったと思います。4人か6人用と、はい、結構今入りましたけど前室も広くて、ね、中も広くて使いやすそうですね、ファミリーだと。そうですね、子供が男なんで大きくなったらこれぐらいのがちょうどいいかな。確かに。ファミリーキャンプをやって今何年ぐらいの。本当頻繁に行くようになったのは1年前ぐらいからですね。そうですね、お子さんがまだ、はい、結構小さいですね。そうですね。やっぱこうそれまではソロとか一人でやられたんですか。いや、年に1、2回こう仲持ちやるぐらいで、本当冬とかにやるようになったのがここ1年ぐらいです。あ、そうなんですね、はい、このテントとかを全部乗せてる車があれですか。あ、そうです。はい、ちょっと車についても聞きたいんですけど、いいですか。はい、はい、あの全然何もないシャボン玉してる。めちゃくちゃいいっすね、シャボン玉。やっぱあの今はおいくつですか、お子さんは。2歳です。2歳3ヶ月ぐらい。なんかこう2歳とかぐらいだと、はい、なんかちょっとこうファミリーキャンプでその注意してる点とかなんかあったりします。いや、もう今日、はい、初めてです。2人とも迷子になっちゃって。え迷子ですか。2人とも全然違うとこ行っちゃって、はい、まあ、でも5分10分ぐらい捕まったんですけど、もうあの辺なんかもう大泣きしてるのが聞こえてきて。あ、そうなん、泣いてたんですか。そうですね、誰かがこうなんか捕まえててくれてて。そうですね、走り回って。そうなんですよ、今までのキャンプ場そんなことなかったんで、多分ここなんてだだっ広いから、多分子供が目印がなくなっちゃうから、あ、迷っちゃうんですね。そう、逆に だと思うんですよね。どこにいるのか多分分かんなくなっちゃって、全然違う方行っちゃう。あ、でもすぐ見つかってよかったですね。あ、よかったです、本当。なるほど。じゃあちょっと車についてお伺いしたいんですけど、はい、こちらは何という車なんですか。ベルファイア。ベルファイア、はい、トヨタのベルファイア、はい、これはいわゆるこうなんかアウトドアとかでも結構こう使いやすいファミリーカーみたいな。ああ、どうなんですか。そんなのアウトドア仕様というよりは、まあそうですね、街乗りのファミリーカーみたいな。そうですね、そういった感じなんですかね、はい、結構低いんで、なんかちょっと段差あったら多分当たっちゃうと。ああ、そっかそっかそっか、はい、車中泊とかしたりはしないですか。車中泊しないです。これあのフラットにならないんですよね。あ、そうなんですか。はい、あ、車中泊には向いてないかなと思います、うんうん、なるほど。じゃあまあ街乗りもできて、はい、まあ、こういうなんか、まあ、来やすいところだったらまあ問題なく来れるような車っていう感じなんですかね。ちなみにこれまで買ったキャンプ道具で、はい、一番これ良かったっていうのって何かありますか。どうだろうな。いや、例えば僕とかだと、はい、今のところすごく良かったのはやっぱフュアハンドのオイルランタンとか。ああ、そうなんですね。なんかまあ雰囲気が好きで、はい、もちろんそれ一つではキャンプはできないんですけど。あ、はい、なんかあれば。逆に質問に申し訳ないですけど、はいはい、ここフライパンかと思ってました。あ、タークのフライパン。あ、フライパンも気に入って。だからすごい難しいですね。そのもう10個ぐらいあります、逆に。あ、なるほど。ただやっぱ難しいですよね。ランタンは、はい、ある意味そのキャンプの雰囲気を一気にこう引き上げてくれるんで、あ、はいはい、まあ、もちろん焚き火があれば、はい、まあ、ランタンなくてもいいよっていう人もいるんですけど、はい、僕はそれでもなおランタンが欲しいっていう。あ、はい、最近割となんかもうあのフライパンも持っていかず、うん、本当になんかこうちっこいなんかこうメスキットとかそういったのだけで、はいはい、本当こじんまりとやったりすることとかもあるんで、はい、まあ、もちろん今家でもありますしキャンプでも使うんですけど。なるほど。ただランタンだけはもう離せない。あ、そうなんですね、はい。そうですね、灯油ランタンやっぱ子供いるからちょっとなかなか。あ、そっか。あ、そういうのもあるんですね。 それであのレイルロードの あの LED のランタンを買ったってもあったんですけど。なるほど、そっか。ファミリーキャンプの場合はお子様が小さければ そうです、ね、その安全性がどうなんですか、ね、必要だということですよね。はい、そうですね。今まで炭で焼肉やってたのとかが、うん、さっきのちっちゃい男前グリルプレート買ってから、まあ本当あれも、まあ家族4人でもまだ多分子供ちっちゃいんで、うんうん、そんな食べないから、うん、あれぐらいほんとちょうど良くて、お酒飲みながらチビチビやるのがちょうど良くて、焚き火しながらみたいな、うんうん、あれは買って良かったかなと思って毎回使ってます。男前グリルプレート、グリルプレート、はい、なるほど、はい、いや、いろいろとお聞かせいただきどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、後編見終わりましたけど。はい、見ましたね。どうでした。やっぱり迷子の件は怖かったですね。まあ確かにね、やっぱ大きいところだととか初めて行くところだと結構分かりにくいのかなと思うけど。そうですね、うん、やっぱりみんな似てると僕でも迷っちゃうんで、やっぱお子さんなんてさらに混乱しちゃうんじゃないかなと思いますね。なんかテントとかに目印とか集合場所とか
決めておけばいいのかなとか思いましたね。まあ、他はまああとランタンですね。まあ、そのオイルランタンとかが使えない理由、やっぱ子供を、まあ、子供が触っちゃうとかになるから、やっぱり LED がレールロードランタンになったっていう理由も、まあ、確かになと思いましたね。確かにキャンパー取材してて、今まではすごいヴィンテージランタンとか好きだったけど、ね、安全面見て LED に変えるって人は確かに多いなっていう印象はある。そうですよね。だから今 LED がちょっと流行ってるっていうのもあるかもしれないですね。であと、まあ、その撮影の後ろでキャッチボールとかしてて、今のふもとっぱらってそのぐらいのなんかスペースあるのかなと思って、土日とかめちゃ混んでるっていうイメージなんで、まあ、それもなんか昔ながらだなと思いました。そう、ロケ始めた時は本当にほぼいなかったぐらい。ああ、やっぱそうなんですね。やっぱりそのキャンプ熱がだいぶ広がってるんですね。タナチャンネルのおかげかな、おかげかなとか言って。あとは見て中地が気になったアイテム、これちょっと欲しいなみたいな思ったアイテムはあります？ああ、でもやっぱり湯たんぽいいなと思いました。あんま見たことないなと思って、まあでも湯たんぽにしてはっていうのはあれですけど、まあ、1万円ぐらいしてたんでちょっと高価だなと思いましたね。まあ、確かにあの形状って見たことない。そうですね、湯たんぽあってもだいたいこうよくあるのが金属の楕円のやつ、うん、重たいし、なんか抱えてなきゃいけないし。確かに、あれ座布団型だっけ。そうですね、引けるってなんかすごいよね。画期的だ。いいですよね、あんまり見ないですよね。うんうん、はい、そしたら、今回ファミリーキャンパーさんの動画を見ていきました。僕もですねファミリーキャンパーさんの取材を増やしていきたいと思いますので、注目していってください。それではチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた別の動画で、バイバーイ。タナさん若いっすね。どうした方がいいですか。これちゃんと持って喋った方がいいですかね。ちょっとでもテンションこうなっちゃうんですよね。そういうのと真面目に考えちゃう奥でキャッチボールとかしてますけど、今できないですよね絶対。土日パンパンで。